じゃあ朝6時になる前に陰気おやつのコーナー行ってみましょう。今日は中身たっぷり四角いパンということで、なんかあんことかホイップが入ってますよね。なんかすごく甘ったるくてカロリー多そうです。その通り、513キロカロリーもございます。で、ドラッグストアで4割引きだった時ね、買ってきて冷凍したものを昨日冷蔵庫に移して食べれるようにちょうどいい感じになってます。もちろんこれね、電子レンジで温めてもよろしいかと思いますけども、私は自然解凍でいただくようにしましたね。これなかなか美味しそうですよ、これは。いただきます。で、なんかすごくしっかりしてるね、美味しそう。こういうの好きなんですよね、カロリー高くても。いただきます。うん、ほらホイップとあんこがしっかり詰まってて、これ好きな味ですね。パンも美味しい。ブラックコーヒーとこういった甘いパンって食べちゃうと両方ともね進むんですよ。だから気をつけた方がいいですね。あえてこういう時は飲み物飲まずにこのパン1個で抑えれるようにコントロールしていかないとね。ちなみに私ね、朝昼晩とご飯ありますけど、まあ朝食は食べないことが多いんですけども、お昼と夜ってね、漬物が多いんですよね。好きなんでね、漬物。お漬物送っていきいただきました。ありがとうございます。いただいたもの全部食べてます。ホイップがすごいいっぱい入ってる。これはかなりね、腹持ちがいいですね。お腹いっぱいになりそう。おいしい。これは皆さんのご近所にも売ってるんじゃないですか。やっぱ山崎パンって全国区ですもんね。私の好きな木村屋のパンはローカルなんで、またね、皆さんに送ろうと思います。いただきます。